直政は面白い。忠勝にあれだけものを言える将はない。半蔵様、面白がっている場合ではありません。なぜ直政様は父上といつも喧嘩を。直政のあの危うい一途さ、それは己が戸ざまゆえ。おそらく母が苦労する姿も見てきたのだ。ゆえに必死に殿のため働いている。そんな直政には殿との結びつきがもともと強い譜代という身分の者たちが気に入らぬのだ。特にその筆頭格の忠勝がな。そうなのですか。父上も大人なのだから受け止めてあげればいいのに。ふん、あれが忠勝流の愛情表現ではないのか。そうですね。でも父上もきっと苦労しているわ。あんな猪突猛進な直政様が相手ですもの。いや、慣れたものだと思う。